縫い代をこっち側のベースのこっち側にかぶせると綺麗にいきます。こうでしょ、こうね、こうかぶせる。そうするとこう縫い代が同じ方向を向くんで、along with Lo-Fi Lee, and I'm very happy to have him here part of this very special evening. And I want you all you can to show these goofy swingsters up. はい、こんにちは。できました。できたてほやほや。ね、ハーレーのボートテールって知らない人のためにちょっと画像を出します。こんな感じ、ね、こう船みたいな形してるからボートテールって言うんですけど、ビューイックとか車のねディティールなんかでもボートテールって言いますけどね。ビューイックのリビエラとかね、あとはコルベットはコークテールだっけ。このねハーレーのボートテールなんですけど、純正の生地が、もうあれ生地と言っていいかどうかもう分かんないですけど、さっき見てもらった画像のあのモコモコ感、あれはねウレタンがあの形になってるんですよ。このシート表面のねこのゴムの部分っていうのかな、あれだけみたいな素材でこう表面を覆ってるんですよね。あれ多分作ってるとこ見たことないですけど、もうデロンデロンにこう熱したあのシートみたいなやつをこうビトーっとまとわせて完成してる、まあ一体成型もんなんですよね。要はあれを、同じ方法で今、レストアするっていうのはもう無理です。不可能。あれはもうあれ専用のもう工場レベルの、設備がないとできないし、あれと全く同じものを作るっていうのはちょっと今無理なんで、どうしてもねこういう風な、縫製で当時の雰囲気を出すとか、あとはウレタンの作り方変えるとかでやらないと、まあ作り直せないまんまをねレストアで出すっていうのはもう無理です。なのでボートテールに関してはうちだとねこういう感じの仕上がりになります。で、まあ、タックロールはこの、ステッチが表に出ないねモコモコの
タイプなんですけど、まあ、これもいろいろなんかこう もうちょっと山低くしたいとかもっとモコモコにしたいっていうのもできないことはないですけど、まあこんぐらいがね一番なんか純正に近いような雰囲気なんじゃないかなと。今回のやつは、まあ、動画ではないですけど、もうウレタンがあまりにもひどくて、もうなんていうんですかね、全然腰がない感じだったんで、この辺から前を全部カットして作り直してます。なのでこれでねだいぶ、座り心地は良くなったんじゃないかなと思います。一回このシートを張り替えをもうされてたんですよ。それでボートテールのシートベースってこういうね、これね樹脂プラスチックなんですけど、最近のやつとねちょっと、成分というか素材が違うプラスチックで、最近のやつってどっちかっていうとねプラスチックなんですけど、なんかちょっと柔軟性があって、まあ新しいからかもしれないですけどね、柔軟性があってこういうタッカーなんか割と打ちやすくできてるんですけど、この年代のもう60年代70年代のこう樹脂製品ってもうあのなんていうんですかね、気が抜けちゃってるっていうか、もうカスカス状態で、こいつは一回張り替えてあってこの辺とか穴がいっぱい開いてるんですよ。でそこにねもうまたこのタッカーで打ち込んで、穴開けるっていうのはもう割れたりする原因にもなるん で実際これちょっとこうねたわむんですよねベースが。だから穴開けちゃうのはなんかちょっと怖いなと思って、今回のやつは接着とこう、まあ、要所要所浮いてこないようにね、要所要所だけタッカー打って止めて、張り込んでおります。プラスチックのね古いこういうベース使ってるシートっていうのはそれ結構ね突然割れるんで、あのバイクのフェンダーとかもそうですよね、あの気が抜けちゃってるやつは本当ポロポロっといくんでね、シートが割れると結構乗り味に響くと思うんで要チェックですねその辺は。まあ、そんな感じでねこういう感じになりました。ボートテール意外とうちはここ数年でね意外とやってます。結構数やってて、だいたいみんなこういう雰囲気で仕上げてます。あとはね生地の種類とかもうちょっとこうツヤがあるやつとかねないやつとか、あと本革でも2回ぐらい作ったかな。なのでね、ボードテールのねシートでお困りの方はぜひご相談ください。ではまた。